大家好，我是陆蒋，我现在在台湾的食品卖场准备要买东西寄回去给文当，超级多的，太幸福了，这些都是在日本很难买到的东西，在这里逛一下看有什么东西是可以寄给文当的，看他会很开心。 Oh my god， 有缤纷的，因为我很喜欢吃缤纷的关系，我妈妈每次都会买一大堆寄给我，我这次也来买给她好了。而且除了这个之外呢，居然还有别的颜色。妈，你每次给我买这个都被文章吃了一大堆，再买一些带去啦，可以放了。还有两个颜色，我看应该要买个健达出奇蛋也给她。日本好像没有这个，我怎么不好买？已经买了这么多了，把它饱死。她喜欢吃这种鱿鱼，全部给她买一包，看她喜欢吃什么。你小时候都喜欢吃这个，对，每次叫我帮你买，这很好吃。买回来喽，买了一大堆，明天去邮局寄给文当。这一次我还买了我在台湾很喜欢的面膜，想说先寄过去让文当放着，这样我就不用自己再送行李箱带回去了。我很喜欢台湾这款面膜，敷起来超舒服的，它是蚕丝，每次回台湾我都会囤个几盒。小时候爸爸会带我跟妹妹去公园，我们都会买一包玉米浓汤，这个超好吃的。这个鱿鱼丝其实我也没吃过，但是我想说全部买一包给文当吃，看看他喜欢哪一个。皆さんこんにちは、文丹です。台湾から段ボールが届きましたので皆さんに紹介していこうと思います。楽しい、よし、うわちょっと重いね。ででん、可愛い鳥のね絵を見ますと、あ、これ台湾からの段ボールというのが分かりました。柿の味のポテト結構好きなんですよ。なんか変なおじさんがこうやって笑ってるやつ、あれが入ってくれてると嬉しいな。じゃあ早速開けていきます。あ、入ってますよ皆さん。変なおじさんじゃなかったね。じゃがいもボーイ、あ、でもこれじゃないな。え、これだっけ、柿の味、これ違ったな、俺がイメージしたやつ。あ、そう、これだ、このおじさんだ、歯の抜けたおじさん。多分ね、混同しちゃってたんだ。このおじさんのイメージが強すぎて、このおじさんのことばっかり考えてたわ。え、なんだろうこれ、え、初めて見た、これこれは何、ルーちゃんみたい、これ何これは。お、いいね、分かってるね、ルーちゃん。あお、来た来た、これ好きなんですよ皆さん。いや嬉しい、しかもなんか違う味もついてる、ホワイトって書いてある。あ、嬉しい、え、なんかいっぱい入ってる今回、すげえ。このお、何これ、 3.15pm 午後3時15分、ミルクティー anytime anywhere。 なるほどね、弦に味っていうやつ書いてあるんですよね。これどういう意味なんだろう、あとちょっとルーちゃんに聞いてみよう。 CTC ハウス、なんだろうねCTC ハウス、これも有名なお菓子なのかな。あ、皆さん見てください、こんなにもルーちゃんが送ってきてくれました。ね、すごい、めちゃめちゃ種類ある、もう本当に初めて見たものばっかり。昔めっちゃ送ってきてくれてるんですよね。今うちにいっぱい梅酒があるんで、梅酒と一緒に飲むとね最高なんですよ。ピックアップして食べていこうかなと思います。これ今結構何かなって疑問を持ってるんです。警告って書いてあるんですよ、それ見たら怖いよね。なんだろうなんだろう、わかんない、説明書読めないもんなんだろう、あ、何これ何ですかね、チョコレートのいい匂いがするけど、あ、え、何、皆さんおもちゃ出てきましたよジャングル探検隊なんだろうね。僕のイメージとは全然違ったね。イメージは本当にこういう球体の中におもちゃが入ってる。ここは違うね、全然。食べてみよう。おお、濃厚。この黒いチョコレートめっちゃサクサクして美味しい。これ子供喜ぶわ。うん。でも日本にもなんかね、さっき僕が言ったやつみたいなね、お菓子あるんですよ。二つ目はね、これめちゃくちゃ気になってるんですよ、これ。原味。どういう意味なんでしょう。いや、今ね、携帯、で撮ってるんで調べられないんですけど、これちょっと封開けたら全部食べなきゃいけない系なんですけど、気になるんでちょっと食べていきたいと思います。おっ、いい匂い、ではめっちゃ味濃そう。鶏皮、鶏の殻の、あ、鶏から、鶏の唐揚げ、おお、いやでも美味しい、これこれルーちゃんね、私に言ってきたことないんですよ、食べたいとか隠してたな。正直ね、ブエノは食べたいんですけど、もう味分かっちゃってるんで、ブエノは、今度にします。じゃあ、1個食べてみます。おほー、うぅ、魚だね。
日本のはもうほんとそのまんまのスルメイカとか、台湾のこういうイカ製品とか魚の粉の味がすごいするんですよね。あ、そんな脂っぽくないですね。粉っぽくもない。これちょうどいいです。これ美味しいです。これ美味しい。これいいもんもらったな。あ、トウモロコシさんめっちゃ気になってたんで、コーンスープ書いてある、のって書いてあります。日本語のの、台湾にもひらがなののが使われるということですね。新たな発見です。ちょっと食べてみたいと思います。ちょっと携帯なんでインサート撮れないんですけど、日本のとんがりコーンの味です。これこのトウモロコシちゃんはとんがりコーンですわ。これ美味しいです。ありがとうよちゃん。次はね、どうしようかな。これいっちゃう？ CTC ハウス。もちかわき。もちかわきはせんべいです。ルーちゃんに習いました。超土のせんべいってことですね。食べてみたいと思います。いや、でかいな1個が。チーズの匂いがする。あ、ビスケットだ。もちかわきはビスケット、クッキーか。めっちゃ美味しいですねこれ。 CTC ハウスめちゃくちゃ美味しいですね。チーズがいい味出しててサクサクいっちゃいますねこれ。いや、美味しい。これ美味しいですね。これなんだろう。あー、パックだ。これはちょっと今できないな。あと食べてないのどれだろう。まあこれはもう分かってるんです味は。あとここら辺かな。あ、でもここら辺もまあ分かるは分かる。ここ日本語書いてありますね。新鮮なイカの胴部分で柔らかく仕上げた燻製、プルンと肉厚で甘い。なんだ、日本書いてあんじゃん。続きましてね、これですね。あ、可愛いですね。食べやすそう。なんだろう、魚介の味がする。あ、ちょっと苦手な感じがするかもしれないです。ルーちゃんにとこ。ちょっとね、これちょっと開けて食べてみたいと思います。花に生きると書いてピーナッツなんですね、多分。かわいい匂い。ピーナッツの匂い。あ、やっぱちょっと溶けちゃってるね。そうだそうだ、ルーちゃんが早く冷蔵庫入れろって言った気がする。美味しいですね、これは。じゃあこっからね、ランキングをつけようと思います。 CTC ハウス、新しいタカさん、コーンスープと見せかけたね、とんがりコーン、はい、ルーちゃん、ルーちゃんの唐揚げ。この7個で順位をつけていきたいと思います。7位からいきます。これです。これちょっとね、運転には合わなかったです。続きまして第6位、ルーちゃんの唐揚げです。美味しくないってわけでもないんですけど、ちょっと来るかなと。ビールと一緒に飲むとかだと最高だと思うんですけど、単体で食べた時にはちょっと苦しいなと思ったんで第6位にさせていただきます。第5位、ガーリックイカ。これ見る限りなんかちょっと厚揚げ系なのかなと思ったんですけど、結構ね、ねっちょり系だったんで、ねっちょりしてない方が良かったかなと思います。味はね、とても好きです。では続きまして第4位、台湾のイカです。最初ね、脂っぽいと思ったんですけど、全然脂っぽくなくて、これね、意外とサクサク食べれるつまみだなと思いました。あと残ってるのがこの CTC ハウスと新しいタカさんとコーン。第ベスト3、タカさんです。安定のピーナッツの味で美味しいんですけど、運転好きです。なんで3位させていただきました。第2位、コーンです。まあ、ちょっとびっくりしたんですよ、本当に。ここにね、コーンスープって書いてあるんで、コーンスープの味かと思いきや、マスターはね、とんがりコーンでした。まあ、とんがりコーン自体も本当昔から大好きだったんで、とんがりコーンは2位にさせていただきました。栄えある第1位は CTC ハウス。マジ美味しいですね。びっくりしました。本当にびっくりしました。これついつい食べちゃうというか、癖になる味にしてますね。これ。これはちょっと後でルーちゃんに報告します。これ美味しいですね。本当に。今回ね、食べたことないものでランキング付けしたんで、ちょっとブエノとか牡蠣のポテトチップスとか、このハムケおじさんのとかは全部抜いちゃったんですけど、それでも CTC ハウスめちゃくちゃ美味しかったですね。これまたね、ルーちゃんに送ってもらおうかと思います。台湾のお菓子はやっぱりいろんなものがあって、日本にはないものばっかりなんで、すごいね、ワクワクしながら食べました。本日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。君と終わらない